桃井氏は、日本の氏族。清は源氏足利氏の氏族で、足利義金の子である、兵部所有、桃井義介が、加減元,元年に、上野国群馬群桃井里の総児となり、苗字の千歳桃井氏を称した。平安後期、上野国群馬群桃井里を在地領主化した者者系、桃井氏が支配したが、鎌倉初期、和田合戦、上級の乱で没落し、 足利系の桃石氏が中期以降、桃井号を中心に勢力を伸ばした。この桃石氏は、東村東部の山御殿お堀の館に至って、地内を流れる五王津川水系を掌握する一方、山野と高知との境界に長大な獅子土手を築いて、官能に努めた。そは、足利氏三代当主、足利義氏の孫である、桃井義種で、上野国軍馬軍桃井僧を領して、 桃井氏を称したのが始まり。桃井氏は、足利庄屋であり、鎌倉時代には御家人として、桃井庄に十四、義助の彦の代に至り、三郎桃井種子系、小次郎桃井寄り直系の二系統に分かれた。鎌倉時代末の動乱では、六原丹大攻めの足利高氏軍に、桃井忠しつね、桃井直信兄弟、鎌倉攻めの新田義佐田軍に、桃井久義が属して、 行動を共にしたのが、一族では、最も著名である。そうして、鎌倉幕府滅亡に貢献した。南北朝期での一族は、南朝方、北朝方に分かれて戦った。1333年には、桃井一族は、新田義貞の鎌倉攻略戦に従軍したが、県武の新政崩壊後、武家方と宮方双方に分裂して、南北朝堂乱期を迎えた。 特に武家方の桃井忠常、直信兄弟は、行商として、名を馳せた。越中国仕事もなった時期常だったが、感動の上乱寺から足利忠義、正冬勢の有力武将として、常に、高氏に敵対していたため、忠義敗北後は、北朝、幕府に抵抗を続けつつも次第に衰退していった。室町時代にかけて諸国に分かれた桃井氏があった。本拠地である、 上野国や、所領のあった、越前国、武蔵国、越中国、信濃国、越後国、美濃国、沖国,国、紀の国などに広がった、福井県の甲若市や橋本市、八谷市、群馬県新東村の原生湯浅市、前橋市の阿久沢市、奥沢市、埼玉県戸田市の金子市や、篠市、札手市の牧島市という、国畑神の抜なお、 のと国のぬくい医師は、桃井直信の着南影信が、ぬくい啓直に迎えられ、桃井氏から姓を改めたもの、という。室町期、高和家舞の創始した高和家氏の祖となった桃井忠氏線は、直常の孫に当たるという。幕末に活躍した橋本左内を輩出した橋本氏がある。桃井直一の孫に当たる日高氏は、戦国時代の織田信長が自陣した。 本能寺の変で有名な本能寺を解散している。戦国時代の武将で、越後上杉家臣の桃井義隆も、松江と見られる。また幕末、明治期して活躍した、思想家の桃井華道、剣術家の桃井春倉や秋山田吉郎がいる。また、富山大学教授で、倫理医学が、専門の杉本新平も、桃井正常の松江とされる。ありがとうございます。